今回ご紹介いたしますのは、こちらのレッドマップルさんからリリースされております X10 というワイヤレススマホホルダーになります。で、こちらなんですけれども、今回新しく私導入しまして、皆様にお伝えしたいなということがあります。それは何かと言いますと、見ていただくとお分かりいただけると思うんですが、なんとこのノアボクシーの90系の車で、エアコンのルーバーに、しかもワイヤレスのスマホホルダーが付けられるということで、これは非常に画期的なアイテムとなり得る存在ではないかということで、皆様にお伝えできるかと思うので、興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。はい、それではこちらのスマホホルダー、今回のこの詳細、それから私の取り付け方、その辺をご紹介をしていきたいと思います。で、まず、これなんでそんなに画期的なのかということでご紹介をすると、今、ズーム画面を低倍率にしたんですが、従来のスマホホルダーですと、こういったタイプのスマホホルダーが主流でした。で、これなんで主流なのかということなんですけど、最近の車は、インパネが非常に複雑な形状をしていて、フラットなところというのが非常に少なくなっています。で、私も、この新しい X10 が出るまでは、これを使っていました。で、これに、こちらのデザートウエストの吸盤タイプのスマホホルダーを使っていたんですけれども、ここに取り付けると使い勝手悪いんじゃないのって思われる方もいると思うんですが、ここしか取り付けるところがないというのが現状でした。で、通常のスマホホルダーでしたらここでもいいんですけれども、このワイヤレスのスマホホルダーって結局、このコードをつけて電源を取らなきゃいけないので、このナビの中心付近にスマホホルダーが置けないと電源が取りにくいという問題があります。なので、ここしか私の場合は選択肢がなかったということになるわけなんですけれども、自分の座ってる位置から遠いところにスマホホルダーがあるので、少し使い方としては悪いというのがありました。で、かつ、まあ、こういった吸盤タイプのものって、お世辞にも、やっぱ見た目的にはあまり良くない。せっかく純正のこのインパネ周りがシンプルでできているのに、こういった吸盤タイプのものをつけると、少しこう不格好な感じがするということで、不満を持たれた方もいらっしゃると思います。ですけれども、今回のこちらのスマホホルダーというのは、そういうものが一切なく、見た目も非常にいいですし、使い勝手もいいですし、電源もスマートに取れるということで、この辺を具体的にご紹介をしていきたいなと思います。X10 の紹介をしていこうと思うんですけれども、これ、非常に見た目が iPhone みたいな見た目になっています。まあ、これも好き嫌いが非常に少ないデザインになっていて、多くの方に受け入れられるのではないかと思います。この表面もピアノブラックになっていて、光沢ができていて、かつこの真ん中のところに LED の青いランプが点灯しているのがお分かりいただけるのではないかと思います。非常に綺麗なコントラストになっているのではないかなと思います。で、もちろんこれ携帯を差し込んであげれば自動で閉まるようにもなっておりますし、携帯を閉めて取り出すときなんですけれども、ここ。はい。これ今非常にレスポンスが早いと感じた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれど、今までは物理ボタンを使っていたものが多かったと思うんですが、これは静電タッチ式になっています。ここ見ていただくとすぐお分かりいただけるんですけども、ここ、タッチ式になってます。なので、今までは物理ボタンで、ストローク分だけこう、遅れが生じるような状況で、早く取り出したいのに、取り出すのが少しこう遅いよと思われた方もいらっしゃるかもしれません。でもこれはもうほとんど、ピッとこう、もう触れた瞬間パッと開いてくれるので、遅れがない。ほとんど遅れがないということで、非常にレスポンスが良く、携帯を取り出すことができる。これは非常に画期的なポイントですし、物理ボタンがないということで、デザイン性も良くなっているということが言えるのではないかと思います。この下に Type-C のケーブルが付いておりまして、展開をしていきたいと思うんですけれども、こちらが付属の Type-C になっておりまして、もう片っぽ側が USB-A となっております。で、こちらなんですけど、本体になりまして、ここに USB-C がはまるようになっております。
で、これが先ほどの静電タッチ式の開閉のスイッチとなっております。で、こちらがチャックになっておりまして、で、今、電源が入ってないときは、この LED のシグナルランプというのは点灯はしていない状態になっています。で、裏を見ていただきますと、裏はこういった形状になっておりまして、で、こちらが、この、ホルダーになるんですけれども、これルーバーにつけるタイプのものなんですけれども、ここにこう取り付けるタイプのものになります。で、この首振りの角度の位置の調整をしていくということになります。で、これがですね、非常にいいものでして、ガイドになっております。後ほど働きについてのご紹介をいたします。まあ、こういった非常に簡素なもので、軽いものになっております。で、こちらのホルダーが非常にまたすごくてですね、これ見ていただくと、ここのガイドがついていて、まあ、ノアボクシーの場合ですと、こういうふうに取り付けるんですけれども、これ、ついていることによって、ここにまたホルダーがつくわけなんですけれども、このホルダー自体が下がらないようになっています。で、携帯ってやっぱり重いので、かつ、車は G がかかるわけですから、ホルダーの首がどんどんこう下がっていくものが多かったりするわけなんですけれども、これはしっかりと、ここの部分にガイドがついていて、かつ、こういったところ、プラスチックとプラスチックが直接接触すると、ここのところが傷が入ったりするわけなんですけれども、しっかりとラバーが入っておりますので、傷がつかないようにもなっております。で、さらに、こう見ていただくと、ここ、角度がなんとつけれるパイプのものになってます。これがなかなかなかったりするわけなんですけど、これどういった時に効いてくるのかと言いますと、例えば、縦にルーバーがついている車もあったりします。こういうのですと、通常のこういったホルダーになりますと、付けられないというのがあります。ですけど、これは縦のルーバーでも付けられるようになってまして、ここ、角度を縦にしていただく。で、ここを挟み込む。はい、これで付けることができます。で、かつここにガイドがついてますんで、しっかりと傷をつけずに、この角度も固定がされて、さらに、こんな形で、こういったところにも取り付けができるということで、非常に取り付けの自由度が高くなっているというのが、このスマホホルダーの大きな特徴になっているということが言えるかと思います。ただし、ワイヤレススマホホルダーとして使うには、ここから電源取らなきゃいけなくなりますので、車の場合、サイドに電源を取るところっていうのがあまりないので、ここだと設置がしにくいということで、私はこちらの中央の方に設置していると、まあ、いうことになります。次に私の取り付け例のご紹介。主に90のノアボクシーになりますが、ご紹介をしていきたいと思います。で、こちらの先ほどのホルダーなんですが、これが非常に使い勝手がよろしくて、で、私の場合はこちら水平にします。で、このガイドも立てておきます。で、この状態で、ここにリリースできるものがついているので、これを下に向けておきます。で、このような形でルーバーに差し込むと。これだけで OK です。はい。そうしますと、ここガイドついているので、このホルダー自体が動くこともないと。上の方は差し込みすぎちゃうと、今度クリアランスがなくなってしまって、干渉してしまうので、まあ、クリアランスはある程度開けとく必要というのがあります。さらにこの本体なんですが、この締め付けのダイヤル。で、この本体を上に取り付けをして、そうしますと、こういう感じでセットができるようになります。で、あとは、こちらの配線なんですけれども、これを取り付けると。これで使えるようになると。まあ、いうことになります。非常に設置も簡単ですし、見た目もスマートですし、非常に綺麗に取り付けができるのが、大部分の方でしたら納得いただけるのではないかと思います。さらに、この位置になりますと、配線もスマートに引くことができます。ノアボクシーの場合は、こういった状態になっておりまして、このパネルがありまして、その上に AI ボックスであるとか、モバイルルーター、こういったものが置けるスペースというものがあります。で、下に、このような形で配線が通せる
切り欠きがついているんですけれども、さらにこの裏にはディスプレイオーディオにつながる USB ポート、それから携帯のチャージ等をするための電源を取るための USB-C ついているんですけれども、まあ、それらを使うためには、この下だけの切り欠きだけだと不十分なのもありまして、私の場合は、このように上からも取っています。まあ、そうすることによって、この Type-C が上から取り出せますので、このモバイルルーターの電源が取れたりとか、この携帯の配線自体もここから通して、この下から取り出して、まあ、さらに下に3連のシガーソケットがあるんで、そこから電源を取ると、まあいう風な形でやっておりますので、やっぱり上にも配線が引き出せる穴というのがあった方が、まあ、格段に使いやすくなります。また AI ボックスも使ってますんで、こちらに HDMI、こちらに USB-C なんですけど、これ上になってますんで、そうしますと、この下を通して、上から通して、取り付けをする方がスマートに取り付けられるというのもあるんで、やっぱり上に配線を通す穴があると、まあ便利だということで、まあこういった私は使い方をしています。なので、まあもともとはこの HDMI の配線を通したりするっていうのが主な目的だったんですけれども、こういった携帯のワイヤレススマホホルダー、こういう電源を取るということにおいても、ここから取れますので、で、かつ見える範囲というのは非常に短く済みますから、スマートに配線の取り出しができると、まあ、いうことで、まあ、こういったやり方もあるよということで、皆様にお伝えしておこうと思います。最後なんですけど、取り付けたはいいんだけれども、後で取り外した時に傷つくんじゃないのって気になるところあると思うので、そこをご紹介しておくと、そこは大丈夫です。でこのように、もうこれ以上、下がらないようになっています。で、この理由は何かと言いますと、ここの部分です。このガイドの部分と、先ほどご紹介したように、ここ、凸になってますんで、こことガイドの部分が当たることによって、この首振りというのは、下に行かないようになってますんで、このエアコンのパネルに、このスマホホルダー自体が当たらないようになってます。なので、傷がつくということがまずないということになります。さらに、このガイドは、裏側はゴムになってますんで、このゴムと、このエアコンのパネルとが接触しているだけになってますんで、傷がいくということもありません。で、こちら、洗濯バサミ式になっているホルダーなんですが、洗濯バサミのところもゴムになってますんで、このルーバー自体も傷をつけるということがないと、まあ、いうことになりますんで、まあ、取り付けをするにおいても特に心配がない。取り付けをしても非常にスマートに取り付けられるということで、これはノアボクシーにとっても非常にスマートに使えるワイヤレススマホホルダーですし、このホルダーの自由度が高くなってますので、スマホホルダーが取り付けにくい車にもこちらお使いいただけるのではないかと思いますので、まあ、ぜひ興味のある方は詳細概要欄に貼っておりますので、一度製品をご確認していただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。